門川大作は、日本の政治家、京都府京都市長、京都産が開始顧問、京都市教育長や、教育再生会議員を務めた、京都府京都市中京区生まれ、京都市立龍池小学校、京都市立城辰美中学校卒業。1969年3月、京都市立堀川高等学校定時制、普通科卒業。同年4月、京都市教育委員会に就職。 働きながら立命館大学法学部第2部を卒業した京都市教育委員会総務部長、教育次長を経て2001年に京都市教育長に就任し2007年まで同職を務める。また2003年から中央教育審議会委員2006年から安倍内閣の下で設置された教育再生会議員を務めた2007年京都市教育長を辞職。 2008年2月17日に行われた京都市長選挙に自由民主党、公明党、民主党京都府連社会民主党京都府連の推薦を受けて出馬する意向を表明。2月の市長選挙では日本共産党が推薦する弁護士の中村和らを破り、初当選を果たした。当日有権者数114万2979人、最終投票率。 37.82%2012 年2月5日に行われた市長選挙で前回戦った中村を破り、再選、当日有権者数114万156人、最終投票率 36.77%2016 年2月7日に行われた市長選挙に自民、民主、公明、社民不連の推薦を受けて立候補し、 共産党推薦の新人らを破り、参戦、当日有権者数、114万1060人、最終投票率 35.、35.68%2019 年10月17日、4選を目指して、出馬表明。2020年1月19日、市長選挙が告示される。立候補者は、角川、弁護士の福山和と、2008年の市長選で、落選した。 村山翔英の計算名、角川の支持母体、未来の京都を作る会は、1月26日付の京都新聞、朝日新聞、読売新聞の各紙に、大切な京都に、共産党の市長は、ノーというメッセージを添えた広告を掲載。今こそ、ワンチームで京都を作ろう。などの言葉と共に9人の著名人が、 顔写真付きで紹介されるが、そのうち京都商工会議所会頭の立石、吉尾以外の8人は、広告内容を承知していなかったことが判明。波紋を読んだ、京都府知事の西脇隆都と、臨在収賞国事派官庁の有馬来帝は、事前に知らなかったと述べ、映画監督の中島佐男は、広告の計算や文言は聞いていない。共産党だからノーだとか排除するような考え方は、 間違いと述べ、日本画家の千住博は許可なく無断で掲載されたことを大変遺憾に思いますと自身のホームページで発表し、放送作家の小山く堂の事務所はインターネットで事前の説明も了承もなかったと述べ、俳優の江野木孝明はこの記事を出すにあたり確認がなかったので、角川氏の担当者に連絡をして今後このような使い方はしないでほしいとお伝えしましたと述べ、 堀場政策所は会長の堀場厚氏の掲載について広告を出すと聞いていたが本人も秘書も内容は全く知らなかったと述べた。門川を推薦している社民党京都府連は政策を訴えるのではなくレッテル張りで自由な議論を封じ込める手法であり社会民主党京都府連合が賛同することはありえない。と述べつつ今回の京都市長選挙における社会民主党 京都府連合の態度は、角川対策候補に投票であるという表明を改めて言った。これらの動きに対し、角川の選挙事務長で自民党京都府連幹事長の吉井明氏には、あらゆる広告物に推薦人の名前と写真を使用することは事前に了承を得ていると反論した。そして、同じく推薦人として広告に紹介されている夏木マリの肩書が、 東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会顧問となっていることについて同組織委員会は事前に把握していなかったことが判明した組織委員会によると東京オリンピックパラリンピック競技大会の文言は知的財産で使用は東京大会のパートナー企業に厳密に限られているという角川陣営は攻撃目標を福山に絞った選挙戦を展開しており 1>, 1月28日に、京都府総合見本市会館、稲森ホールで行われた集会では、共産党を叩き潰すぞ。角川候補大勝利と昭和した。2月2日、市長選挙執行。福山らを破り4選を果たした。当日有権者数、115万9615人。最終投票率 40.、40.71%。2020年、京都市長選挙も参照。 ありがとうございます。